人さらいは私が片付けた。お嬢様に怪我がないといいんだが。あれ、ディシア。どうした？二人ともなぜ私をじっと見つめている？なんで怪我をしてないんだ？は？どういう意味だ？あんな軟弱な人さらい相手にどうして私が怪我をしなきゃならない？なんであんたが体験のことを知ってるんだ？私は誰にも言っていないはずだ。それにそのことはお嬢様に知られたくない。やっぱりディシアも記憶がなくなってるんだな。変なところ？強いて言うならそうだな。私が体験を変えたのはあんたたちも知っているが、新しい体験だっていうのに妙に手に馴染むんだ。まるでこいつを使って数えきれないほど戦いを経験してきたかのようにな。つまり頭の中にはこいつを使って戦った記憶はないけど、体の方にはあるってことか？ああ、傭兵や武人にとって体に刻まれた記憶こそ最も重要なものだ。頭で一つ一つ覚えているような技はただの付け焼き刃に過ぎない。旅人、どう思う？そうだな、なんか希望が見えてきた気がするぜ。おお、そうだな。これまでの過信短術の輪廻の中じゃこんな状況ありえなかったし。何を言っているのかわからないが、まだ危険が。危険がまだ残っている。だからオイラたちにドニアザードを休める場所まで連れて行かせて、お前は人さらいの共犯者を探しに行くだろ。どうして私の言おうとしたことを？独身術か。まあ早く取り掛かろうぜ。